GUSDT が最安値を更新しました。イベントやキャンペーンをやってますが全然上がりません。はい、こんにちは。サラリーマンのお給料以外にもたくさんの収入源を作りましょう。マルチインカムサラリーマンの八野です。今日も GIB の情報をお伝えしていきます。今日はこちらの4つのメニューです。1つ目、 GUSDT の価格情報をお伝えします。2つ目、 GIB プラス DeFi の結果出ていますのでお伝えします。3つ目、 IPFS マイニング第5弾が発売開始されましたということでチラシが出ていますのでお伝えします。4つ目、 LP ブックメーカーモデルセミナーの Day 1と Day 2のハイライト動画、こちらがねアップされていましたので共有します。はい、まずはねコインベネでの GUSDT 価格情報ですけれども、今朝、4時半から5時くらいですかね、はい、の価格なんですけれども、 GUSDT 0.0672 ということで 0.07 を割ってまたね下がってきましたと。はい、で24時間のね取引見ると最安値 0.640 と、はい、いうことで、ちょっとと前ですね、はい、日付変わった後に、ね、最安値更新したんですけれども、まあ、一旦下がって若干ね上がり気味なので、まあ、回復してきたのかなという感じなんですけれども、ただねこの後上に行くか下に行くかは分からないんですけれども、まあ、少なくともね 0.064、これまでの最安値をまた更新してしまいましたということで、土日にねイベント行ったんですけれども、でダレン・ヨンさんまで出てきてね、かなり GUSDT 上げていくんだよっていうようなお話をしていたようなんですけれども、結局上がらず、まあ、下がっていくのかなということで、なかなか厳しいですね。はい、うん、ね、若干ねこの辺で上向きになったんですけど、また下がってきたということなので、もうこれは本当に GUSDT 終わりを迎えるのかというような雰囲気に、ね、なってきました。まあ、ちょっとねこの後どちらに行くかっていうのは全然わからないですけれども、はい、少なくてもまあ事実として最安値を更新してますという状況です。はい、そして他の取引所なんですけれども、まず ZB ちょっと下がりましたね。 L バンクは変わらず、コインタイガーも変わらず、はい、そして WBF エクスチェンジも若干下がってますということで、まあほぼ変わらない、もしくは下がってるという状況です。はい、価格情報はね引き続きチェックしていきたいと思います。はい、そして GIB プラス DeFi の結果が出ていますのでお伝えします。はい、いつもだとね動画があるんですけれども、今回はもう動画がないということで、でさらにですねこの数字ひどいですね。もう 0.48 ということで、前々回確か 1.0 を割って 0.9 いくつとかっていう数字だったんですけども、でさらに前回は 0.6 と、ね、いうことで、今回 0.48 と、もうなんかひどいですね。もうなんか何も言えないですね。もともとね 3% から 20% 出ますよっていう風な感じでやっていたのが、もう 3% 割った途端にねもう 0.4 とかそういう数字を出してくるあたり、もう本当にね GIB のいい加減さがね伺い知れるような結果ですけれども、まあ、今週はねこういった数字になってますと。はい、そして IPFS マイニングの第5弾が発売開始されましたということでね、チラシが出てきました。はい、こちらなんですけれども、FIFS ウィークということでね、第4弾で終わりかとね勝手に思い込んでいたんですけれども、第5弾がありましたと。でね、また今度は3375の 1.5 倍とね 50% 増しということで、5062.5 ドルということで、すごいですね。はい、ね、アベイラブルナウということで、こちらも1週間ですかね。はい、そうですね、8月2日から8月8日まで、はい、発売されているということで、
これまでに発売したもの全部ソールドアウトなってます。これもすごいですね。今回もソールドアウトなるんですかね、やっぱりね。はい、ということで第5弾発売されているようなので、もしね、ファイルコインマイニングやりたいという方はね、ぜひ GIB の方から、はいね、検討してみてはと、はい、いうことですね。はい、そして、LP ブックメーカーモデルセミナーの Day 1と Day 2、土日週末にね行われましたけれども、こちらのハイライト動画それぞれ2本ずつ出てきましたので、ね、まずはこちら、全部で4本ですね、動画をご覧ください。続けて流しますのでね、はい、ご覧ください。 Now I would like to announce our new Forex liquidity, the King of Notes Community Grand Challenge, starting from the 19th of July 2021 until 15th of August 2021. We will complete a uniform settlement on Sunday, 1 week following the promotions and date on August 22nd, and declare it on Monday, August 23rd, and distribute the funds to qualified members. Participants will enjoy site-wide sales up to 10 plus 5% high USDT, FIL rebate price, and GUSDT rewards. IPFS cloud computing mining sales are also included in the qualification criteria for total sales. This year, GIBX will soon be listed on NASDAQ through SPAC, Special Purpose Acquisition Company. SPAC has suddenly gained fame in 2020 as it is extremely profitable and can bring unexpected returns to promoters. Hence, this has caught our attention. And we decided to use the group's current most profitable and most valued project, medical cannabis, to be listed on NASDAQ. We will have our own SPAC that will acquire few of the market leading and potential cannabis company soon. With that, GIBX being able to be listed on NASDAQ will no longer be a dream. We will soon open up the opportunity for GUSDT holders to redeem their share. Now, with higher benchmarks, GIBX has implemented innovative plans and approaches to sustain our financial goals. In 2021, GIBX's goal is to be listed on the NASDAQ through SPAC. OC 数字期权合约上线，重点推进 DeFi， 与全球知名投资银行银河、联创达成战略合作，承销全球美股 IPO 差价合约，实现 B 股同权。未来用户可用币购买全球美股和 IPO 打新等等。未来以来 ，GIBX 已经占据了全球区块链数字货币的顶级热度。GIBX Swap 将推出全新去中心化代币 X。GIBX Swap。致力打造集 DEX、AMO、DAO 为一体的 DeFi 平台，下一步的计划就是成为下一个 MDEX， 成为2021年 DeFi 独角兽。用户可透过 GUSDT 优惠折扣、GABX Change 平台交易手续费及 GABX Swap 平台交易手续费。Let us all embark on a journey towards success together, with more amazing milestones to come.はい、ということでね、4本の動画見ていただきましたけれども、動画の上下にね、英語で何かしらメッセージが書いてあったので、それぞれね翻訳したものを見ていきたいと思います。まず1つ目ですね、スティーブ・コングさんの、インタビューですね。こちらの下の方に書かれていたことなんですけれども、外国為替流動性ノードの、をコミュニティグランドチャレンジは3つのイベントを特徴としていますと。参加者は最大 10% プラス 5% の高額 USDT のサイト全体の売り上げを享受できます。ファイルコインは商品として GUSDT 報酬を関連付けますと。
IPFS クラウドコンピューティングマイニングの売上高も総売上高の認定基準に含まれますと、はい、いうことが、ね、書かれていました。そして2つ目、ね、GIBX の副社長、今回の動画から新たに出てきましたけれども、GIBX は間もなく SPAC を導入し市場をリードする潜在的な大麻企業、医療大麻ですね、大麻企業の一部を買収しますと、はい、そしてその後ですね、GIBX はナスダック上場のためにカンナグローバルアクイジョンコーポレーション、これが、医療大麻の企業ですねを合弁しますと、はい、いうようなことが書かれていました。はい、そしてデイ2の方ですね、デイ2の方はというと、ね、こちらはジョセフ・フォリーさんですね、はい、AFF マルチフィナンシャルの、まあ、CEO ということで、GIBX は世界的に有名な投資銀行との戦略的協力に到達しましたと、はい、ギャラクシー CIMB CGS、将来的にはユーザーは通貨を使用して米国のグローバル株式や IPO などを購入できるようになりますと、はい、でここのね、ギャラクシー CIMB CGS というところなんですけれども、確かね、私が調べた限りだとシンガポールのね、結構有名な、証券会社、銀行なんですかね、投資銀行って書いてありましたかね、はい、なんですけれども、結構ね、有名な企業のようです。で、CIMB CGS というところがですね、日本の岡三証券と、ね、提携したというニュースとかも、はい、見れますのでね、この CIMB CGS で検索していただければ、ね、Google で出てきますので、ちゃんとした、はい、大きな企業ですと、はい、でそこが本当にね、 GIBX と、提携したかどうかというのはね、分かりませんけれども、少なくとも CIMB CGS というね、会社、証券取引所なのか、証券会社なのか投資銀行なのかはちょっとね、分かりませんけれども、こういった、企業があるというのは、はい、事実なので、ね、ぜひ検索してみてください。はい、そして最後ですね、4つ目の動画、GIBX スワップは DeFi プラットフォーム DEXIMO およびDAO の統合を構築することに取り組んでいますと、次のステップは次の MDEX になり2021年に DeFi ユニコーンになることですと、はい、で新しい通貨 X と、ね、いうものをまた出すそうです、GIBX スワッププラットフォームのコアトークンになりますと、ユーザーは GUSDT を使用して GIBX チェンジプラットフォームの RIBAT とGIBX スワッププラットフォームの取引手数料を取得できますと、はい、いうことで、これでね、またなんとか GUSDT を価格を上げようとはしているみたいなんですけれども、残念ながらね、その期待とは裏腹に価格は上がってないという状況です。はい、ね、まあね、4つの動画を見ていただきましたけども、こんな内容のことを話されていたと、はい、いうことです。はい、そしてこちらがね、デイワンのハイライトのチラシになります。こちらについてはね、昨日の動画で詳しく解説したので、今日は割愛しますけれども、これのデイ2版がね、また出てくるんじゃないかと思いますので、はい、またね、海外の SNS 等をチェックして、デイ2版のハイライト出てきましたら、ね、動画を撮って共有したいと思います。はい、ということでね、今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良かったよ、役に立ったよ、参考になったよという方はですね、グッドボタン、いいねボタンを押していただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you!